将棋将棋用語一覧、米長玉米長玉は将棋用語の一つ。米長国を衛星規制が多用したことからその名がついた。米長はこれにより、後2000年の将棋大賞で増田構造賞を受賞している。米長玉と呼ばれている形は、固定的な戦法や囲い方というものではなく、終盤の一点争いにおいて、玉将を強者の上に早逃げすることにより、 手数を稼いだり、駒の入手によって相手玉への詰めろが生じることなどによる逆転を目的とするものである。この早逃げにより、地玉がいわゆる、Z の状態になることが非常に多く、弟子の千崎学ぶは、今でこそ、Z の感覚は騎士にとって、常識となっているが、当時にはなかった感覚である。だからあれだけ勝てたのだという趣旨の発言をしている。後年の米長によれば、 着想のきっかけは、振り飛車の名手、大山安春との玉頭くらい取り戦。七五歩とくらいを取った上で、玉を早逃げしてから戦うという発想である。この場合、拒否者側が七筋を制圧していること、及び、やはり後手の九筋の強者は、守りの強者であることから、橋攻めの脅威は、比較的低く、角筋や飛車からあらかじめ逃げておくことの利が勝るとの、ことである。 現在では特に飛車での銀関係の囲いにおいて、玉章を、強者の直上、先手の場合9、8、後手の場合1、2に置いた形、もしくはその着手のことを言う場合が多い。強者の守備力を玉で損なう形となり、端攻めが気になるが、8、7に銀章があるため、あまり大きな欠点ではないと言える。しかし、図のような形では、側面の守備が抜き出て硬いものではないので、 注意が必要である。また、少し変わった形であるため、定石を外れた変則的な対局で現れやすい。また講義には対局中、予想外の玉の一手も、米長玉という時がある。2012年1月14日における、第1回将棋電王戦で、コンピュータ将棋のボンクラーズと対戦した米長は、 初手7六歩に対しに手めろく二玉と指し、これを、米長自身が新米長玉と称した。ボナンザ開発者の安木国人が、ボナンザ系のソフトに対して、有効な手として、米長に紹介したものであり、その意図は、ソフトの序盤データを無効化することにある。序盤は米長が厚みを築いたが、中盤の一瞬の隙をついたボンクラーズが勝利した。 2011年12月21日のプレマッチでも、米長は2手目6二玉と指しており、事前にこの、秘策を当てる思考の検証問題が、日本将棋連盟より出題された。プレマッチで敗れた米長に対し、北起は6二玉はやめてほしいと伝えるが、この手の優秀さを認めていた米長は聞き入れなかった。ボンクラーズとの練習将棋を100局以上指した米長は、 ボンクラーズの初手7六歩に対しては似て目六二玉が最善と主張し、一部メディアに気さくと評されたことに繰り返し反発しており、今後の評価を待ちたいとしている。この新米町玉の名前は1983年1月、大山康春王将と第32期王将戦第2局。後手拒否者側の引きかく玉頭くらい取り、 先手66銀型クライドリブリ飛車で5手44の地点が薄くなったので55歩から銀を55の地点に進出したため33玉と受ける形になったこの玉の位置を新米町玉とでも呼んでくれとしたもの同シリーズでは第4局でも同様の77玉型将棋を指し勝利した米長が最終的にシリーズを制して大勝位を奪取した米長は その前年1982年6月に、角落ち決戦を誤魔落ち、串田陽一と名人 VS、米長国沖王で一社相手に二二飛を刺すために、玉を二二から三三玉としている。この二二飛三三玉型は、王将戦と同年の早指し選手権決勝でも披露しており、退治した後鉄外で優勝した、真鍋和夫も同年での次戦期タイトルに、 早やし戦、新米長玉と戦うとつけている。この時の戦型は、後手、真鍋の早石田に、後手米長が六八玉の石田封じを見せたので、真鍋い飛車将棋に切り替えたものだった。新玉中段玉の難攻不落、銀河知陣も参照。ありがとうございます。